皆さん、こんにちは。여러분안녕하세요배우몽고르몽센파르일본어시간입니다はじめまして、고은비と申します。どうぞよろしくお願いします。은비씨네보통주말을뭘하세요저는주말에일본어공부하고있어요오훌륭한학생인데요감사합니다네그럼오늘은주말계획을이야기할때사용할수있는표현을배워보도록하겠습니다그럼먼저연산부터함께보시죠どうぞ週末は何をしますか部屋の掃除をするつもりです。うんびさんは映画を見る予定です。いいですね。最近映画を見ていなくて。じゃあ、一緒に見に行きませんか?あ、行きたいです。오늘의첫번째표현입니다주말은무엇을しますか주말은무엇을할겁니까라고물어보는표현입니다주말은무엇을しますか주말주말이라는뜻입니다주말은라고할때는무엇무엇은이라는조사와를뒤에붙여서주말은라고표현합니다무엇을할겁니까라고물어볼때는나니요시마스카라고하시면되는데요나니요무엇을이라는뜻이었죠지난시간에나온표현입니다할겁니까하겠습니까라고물어볼때는동사하다수루를시마스카의형태로바꿉니다그래서주말은무엇을할겁니까는주말은무엇을しますか이렇게되겠습니다발음연습을해보겠습니다그럼첫번째문장연습해볼까요네주말은무엇을할겁니까를한번일본어로해보세요주말은무엇을しますか네좋아요한번더주말은무엇을しますか주말은무엇을しますか두번째표현입니다部屋の掃除をするつもりです。반청소를할생각입니다라는뜻입니다。部屋の掃除をするつもりです。우선방은部屋청소는소지입니다。그리고반청소는部屋の掃除라고하는데요。단어사이에조사노를넣어서방위청소라고하는식으로표현합니다。그렇다면만청소를하다는어떻게될까요헤아노소지만청소뒤에뭐뭐를하다를붙이면되겠죠뭐뭐를하다는오스루였습니다그래서만청소를하다는헤아노소지오스루가되겠습니다마지막으로만청소를할생각입니다라는문장을만들어야되는데요뭐뭐할생각입니다라고말할때는동사기본현뒤에주모리です만붙이면됩니다그래서만청소를할생각입니다는헤아노소지오스루주모리です라고표현할수있습니다한번연습해보겠습니다주말은무엇을しますか部屋の掃除をするつもりです。ね、좋아요。한번더해주세요。部屋の掃除をするつもりです。部屋の掃除をするつもりです。세번째표현입니다。映画を見る予定です。영화를볼예정입니다라는뜻입니다。映画を見る予定です。영화는映画입니다。동사보다는미루인데요영화를보다라고할때는조사오를넣어서에가오미루라고표현할수있습니다그리고뭐뭐할예정입니다라고말할때는동사기본현뒤에
요때です를붙이면되는데요영화를볼예정입니다라면에가오미르뒤에요때です를연결해서에가오미르요때です라고표현할수있습니다발음연습을해보겠습니다영화를볼예정입니다를한번일본어로말해보세요에이가오미르요때です네좋아요한번더에이가오미르요때です에이가오미르요때です은비씨는주말은일본어공부를할거잖아요네맞아요그렇죠일본어공부를하다는니혼고노뱅교오스루인데요이것도한번말해볼까요아그럼니혼고노뱅교오스루요때이데스어네맞아요한번더니혼고노뱅교오스루요때이데스네완벽합니다네번째표현입니다이쇼니미니이키마센카함께보러가지않겠습니까라는표현입니다이쇼니미니이키마센카이쇼니는함께같이라는뜻입니다보러가다는미니이크라고표현하는데요보다미르와가다이크를연결해서미니이크라고합니다보러가지않겠습니까라고물어볼때는뒷부분의이쿠를이키마센카로바꾸면됩니다그래서함께보러가지않겠습니까는이쇼니미니이키마센카라고표현할수있습니다마지막문장도연습해보겠습니다함께보러가지않겠습니까라고일본어로말해보세요이쇼니미니이키마센카네맞아요한번더이쇼니미니이키마센카一緒に見に行けませんか?좋았습니다그럼오늘학습한네가지표현다시한번정리해보겠습니다첫번째문장주말은무엇을할겁니까를일본어로하면네주말은무엇을할겁니까두번째문장만청소를할생각입니다는어떻게될까요그렇죠部屋の掃除をするつもりです。세번째문장은영화를볼예정입니다였습니다네映画を見る予定です마지막문장은함께보러가지않겠습니까였죠네一緒に見に行きませんか그럼오늘배운문장을다시한번영상으로확인해보시죠週末は何をしますか?部屋の掃除をするつもりです。うんぴさんは?映画を見る予定です。いいですね。最近映画を見ていなくて。じゃあ、一緒に見に行きませんか?あ、行きたいです。마지막으로오늘의플러스원코너입니다오늘은제주를일본어로말해봅시다라는테마인데요제주의오름은일본어로어떻게표현하면될까요우선오름은오름우라고발음합니다그리고오름이뭔지를설명해야되겠죠오름은소화산재를뜻하는제주망원이라고설명하면될것같은데요쇼가장오이미스루제주노호겐데스라고설명할수있습니다다시한번말해보겠습니다오름은쇼가장오이미스루제주노호겐데스이렇게표현할수있습니다그럼오름에가지않겠습니까라고물어볼때는어떻게될까요오름은오름은가지않겠습니까는이키마센카였죠여기에조사까지넣어서오르무니이키마센카오르무니이키마센카이렇게표현하실수있습니다선생님네오늘배운표현가지고주말에일본인친구한테놀러가자고만해볼게요와좋은생각이네요네
그럼 다음 시간에도 유익한 내용으로 찾아뵙겠습니다. 사요나라. 배우몽 걸음몽 생활일번호. 오늘은 주말 계획을 이야기할 때 사용할 수 있는 표현을 배웠는데요. 주말은 무엇을 할 겁니까? 는 주마츠와 나니오시마스카? 만청소를 할 생각입니다. 는 헤야노소지오스루츠모리데스 였죠. 그럼 오늘의 퀴즈, 영화를 볼 예정입니다 를 일본어로 하면 어떻게 될까요? 혹시 모르시는 분은 영상을 다시 한번 확인해 보시길 바랍니다.